お疲れ様です。どうも。また来ました。すいません。ありがとうございます。もう早速来ていただいてありがとうございます。あのスチールのね、はい、戸川推しで取り上げたアンティチポ、はい、新作めちゃくちゃ気に入って、そうなんですよね、はい、もうその日にお持ち帰りいただいて、はいはい、いかがですか、来ていただいて、うん、もうね、うん、めちゃくちゃ気持ちよくて、 あったかい、あったかそうですもんね。そうなのよ、戸川推しでも散々書いてもらったけど、めちゃくちゃこの裏毛がいい。スウェットに見えてスウェットじゃない、うん、そうなんですよ、いいですよね。スウェットより軽い、丈夫、はい、動きがいい、いいですね、あったかい、はい、スウェットって重くて、うん、まあまああったかくない確かに、で膝も伸びちゃう、あそうそうそう、はい、キックバックいい、うん、え今日戸川さんお車ですか。そうです。あ車ご自宅から来ても全然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 すごい、いやなんなら家でもまあまあピーちゃんとイチャついたりしてたんで本当ですか。それでこれだからね。いや綺麗ですよ、全然キックバックだから。スウェットの弱点を全部補った。じゃあもうスウェット着る意味がなくなってきましたね。いやだからちょっとね、僕はスウェットメイドイン USA スウェット世代でしたけど、うん、スウェットのいいところって何なのかちゃんと考えなきゃいけなくなってきちゃったねそうですね。そんなアンティーチポなんですけど、はい、あのもちろん戸川推しの時にはこのグレーとブラックをご紹介させていただいたんですけど、うんうん、やっぱアンティーチポといえばカットソーがメインなので、ね、新作をずらっと今日並べました、うんうん、はい、俺も来てるけど、今日も来ていただいてます、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、もちろん戸川さんといえばニットなんですけど、うん、ロンティーとかって着られます？ここ数年着るようになったかな。へっていうか、はい、こいつにいいだろっていうのを教わっちゃったかな。なるほど、アンティーチポに教えてもらった、うん、冬はやっぱりニットだし、はい、まさかのロンティーを着るようになったっていうのはアンティーチポに教わったかな、うん、やっぱり使い勝手がいいですよね、うん、いいでね、もう僕やっぱこの下のこのここのリブが便利でね、だらしなくない、うん、若い人かっこいいんだけどロンティー着ててもさ、はい、おじさんのロンティーってなんかこうだらしないっていうか、はいはい、ジャケットとかアウター脱いだ瞬間になんか下着で着てるかなこの人みたいな見え方するのが嫌なのだからロンティー着ても絶対黒とかしか着なかったんだけど、白でもちゃんと着れる。うん、なるほど。これ何これ。いやこれがですね、さすが目の付けどころが全く新しい、オフタートルって言ってピタッとしないタートルネック、緩めのタートルネック、首が詰まっちゃう人はタートル苦手っていう方でも着れるように、うんうん、ニュアンスのあるネックを つけたという感じなんですよ。なるほど、かわいいかも。かわいいですよね。ちょっと着てみようかな。あ本当ですか、はい、じゃあいいですか。もちろんです、はい、せっかくだったら黒に合わせてみますか。ああいいね、黒の上下に。 OKOKOK、はい、じゃあちょっと試着させてください。はい、はい、もちろんです。はい、いいんじゃない。本当ですか。ちょっとおおいいじゃないですか。めちゃくちゃいいよね。かっこいい、かっこいいというかインテリ風。なんかインテリじゃないインテリなんですけど、よりインテリ感が増しました。そうですね、インテリ感が増しました。 なんかちょっとこのニュアンスがたまんないものがあるよね。いやいいです、ほんのりモードで、うん、なんかすごくいいですよ。新しいよね。はい、新鮮ですね。メンズってニュアンスがないじゃないですか、うん、ね、すごくいいニュアンス。なんかね、はい、微妙に少しこうシワの入り方が変わっただけでも、うん、だいぶ見え方全然違う、変わるし、はい、アラカンの僕が着ても正直まあまあかっこいいじゃない。かっこいい、やめちゃくちゃかっこいいです。これ結構なんか石鹸するかなっていうぐらい、うん、そうですね、なんか新しいものだけどこう受け入れられるんじゃないか。そうですね、受け入れ気がしました。はい、はい、クルーよりも全然いいですね。はい、黒になったからかな、このバランスがすごくいいかもしれないですね。僕もこれ鏡見て、はい、久しぶりになんかあれ誰かなって思ったいやそんなことないですいやいやかっこいいです。いやいいです、気に入りました。はい、めちゃくちゃ。一応、白、ネイビー、黒とご用意あるんですけども、戸川さんのお手持ちのアイテムだったらどんなアイテム合わせますかね。うん、お正直相性は何でも合うと思うけど、はいはい、まあ、このオフタートルネックを見てもらいたいから、はい、細身の
デニム、うん、そうですね、うん、で上は、まあ、ライダースもいいだろうし、あ、いいですね、緩めのニットジャケットとか、あ、いいですね、からちょっとこうだ、うん、顔を出してても、はいはい、いいかもしれないね。だからなんとなくこういつものシュッとしたスタイルでネックにニュアンスをっていう、これはもうガンガン着たいから、はい、1色ずつじゃなくて角2とか角3ぐらい買わないと洗えるしね、もちろん。そうです、もちろんです、もちろんです。ちょっとじゃないとね、はい、やっぱり汚れ目立つの嫌だし、ね、うん、そうです ね、これはちょっと新しい定番、いや、なると思う。いいんじゃないですかね、うん、浮ついた感じがしないのがいいよね。いや、そうなんです。新しいものってなんかこう若いやつに任しとけ的なの、うん、やっぱ親父おじさんと思いがちだから、うん、そうですね、それないもんね。全然ないです。俺でも絶対いけてるし、これすごくスッとね、ハマったんで、はい、まあ、瞬間おろうかなと思っちゃったりする自分もいたんだけどいやいやいや、これはこのまま着なきゃいけない、ね、そうですね、はい、このニュアンスをぜひ楽しんでいただきたいです ね、本当にめちゃくちゃいい発見でした。いいもの知りました。いや、すごいいいです、はい、なんか大好きなネイビーのパンツでワントーンも面白いし、いいですね、白と黒はもう、ね、無敵でしょ。無敵です。これ例えば黒でライダースとかに合わせた時も、うん、そんなハードになりすぎない感じがしませんか。そう ね、 そうね、ちょっとこう外した感じ。そうですね、ね、なんかでもこう外しすぎてない、はい、で僕は大体ドレスコードはゴルフ場をよくこう念頭に置くんだけど、うん、そうですね、もちろんクリアだしね、はい、そうですね、秋口のゴルフだったら逆にタートルより気にならないかもしれないよ、クリが。確かに、うん、そうですよね、もっと切れちゃうかもね、うん、ゴルフや企画とか ね、ぶつけてみようか。そうですね、 BR でね、うん、BR の戸賀さんだったら ね、まあまあやるんで、はい、そうですね、 BR の戸賀さんでぶつけてみましょうか、うん、ね、本当にコーディネートの幅も膨らみそうだし、はい、1個男のアイテムが久々に増えた感じ、うん、そうですね、ね、今のクローゼットの中にこのオフタートル入れるだけでめちゃくちゃ新鮮に見える、ね、っていうことですね。ね、この裏毛のセットアップもね、はい、あのドハマりしていただいたので、はい、今日は戸賀さん何枚買って帰りますか。本当だよなちょっとここはドーンかな。ドーン行きましょう ね、特にオフタートルは、はい、ここはちょっとドーンと、はい、研修頼むよ、はい、後ほどお会計よろしくお願いします。了解です、はい、ということで、はい、今日戸賀さん、あのアンティーチポー、はい、見ていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。あえて言うけどジャブスと一緒で、はい、ロンティーのどんどん進化、うん、はい、いや、もっと言うなら苦手だったわけだから、ね、そうです。 T シャツを着ない戸賀推しだったんです。そう、無地 T は絶対着ないからそうですよね。それが毎シーズン着てるし買ってるし、はい、そうですね、本当にアンバサダーとかにしてくんねえかなもう来年には来るんじゃないですかね来るかないや、なんで本当に、はい、あの苦手克服、はい、むしろ大好き、はい、ではそんなアンティーチポー、あのしっかり注目していきましょう。そうね、はい、はい、あの一生懸命追っかけましょうね、はいはい、またあの新しいの出たらご連絡させていただきます。そうですね、はい、今年の秋冬はやたらオフタートルの戸賀を戸賀風呂および SNS で見ると思います、はい、じゃあ本日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました、はい、チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。